存分にいたぶってやるぞ。4242番、やっちゃえお兄様。あのアラフォー、 F ランクとは思えない化け物でしたけど、 A ランク最強のお兄様の前では赤子も当然ですわよね。当たり前じゃないか。あいつはなんか卑怯な手でも使ってるだけなんだよ。ですわよね。所詮は三流以下、何を企てようが無駄なことだ。第3話、超一流エリート VS F ランクのおっさん。さあお兄様、いつもの香水よ。この匂いだ。